毎度おなじみ、立東からのトラックマン追い切り診断、今週はですね、阪神、ではローズステークス、G2 レースが組まれておりますということでね、早速、立東で来た万達についてお話ししていこうと思うんですが、半路組からいきますか。はい、はい、お願いします。いつも通りああいう順で、はい、はい、アリスベリテ、はい、まあちょっとね、序盤からこう、力み気味の走りですしね、うん、まあ下もね、こうはみを越して、うん、ちょっとまあその集中力という点で、まああんまりね、成長してこうへんなってところあるんですけど、うん、まあそんな感じで春も走ってたんでね、まあいい意味で平行線ぐらいいっちゃいますかね、うんうん、まあ中1周ですけど、まあ、雰囲気は悪くないですわ、はい、セーヌ・ルーレーブ、うん、まあこの馬ちょっと気負い気味ですわ、走り方はね、うん、ちょっとまだ集中力かけるなというところあるんですけど、うん、ただまあラストそのヒトハロンのねこうギアの上がり方なんかはまあスムーズでしたし、まあ動き自体は悪くないんですけど、札幌から戻ってきての中にしようということでね、うん、ただまあ馬体もねそんなしぼんでる感じもないですし、うん、まあその気負い気味なぐらいの前向きに走れてるんでね、うん、まあこのまま雰囲気悪くなっちゃいます、はい、ソーダズリング、これがねまあまあしっかりまあ折り合ってまあ楽に動いて速いタイム出てるんですけど、もともとデビュー前からもう速い時計はね、長距離はもうべらぼうにね動く馬やったんでね、うん、ただそのオークスの時でもまあ5月やったんですけど、オークスって、はい、あの時もなんかもうぬいぐるみみたいにね冬毛ぼうぼうでなんかちょっと代謝がね今一つっていうような感じだったんですよ、春は。なるほど、うん、だからまあこの時期なんでね血やはいいんですけど、うん、はい、だからその辺ねそのひと夏越してその内面的な部分でねどんなぐらいようなってるのかっていうのをちょっと今回見てみたいなと思うんですけど、うん、オークスはね距離だけじゃなくてね、まあ、その体調もね調教は動いてましたけど、その中身があんまりできてへんかったもんねっていう感じだったんですよ、うん、その辺がしっかりしてきてたらいいなと思ってるんですけど、うん、トリオン・ファルマン、はい、まあ、ハミをかけてしながらでしたしね、こう自分からっていう感じがまあないっすわ、うん、ほんでその分まあ最後ワンペースになってましたし、うん、まあ体もねまあまあそんなに大きくなったっていう感じはしないんですけど、うん、ちょっと一回使ってからかなって感じです。はい、ブライトジュエリー、うん、まあ今日やりましたわ、まあ、53秒台だったんですけど、うん、馬なりで12秒1やったんでね、まあ朝一でしたけど、まあ、動きはまあスムーズでしたわ、まあ、先週まあコースでね速いとこやってるんでね、そうなんですよね、まあもう単走で余力でっていう感じだったんですけど、うん、十分ちゃいます、うん、これで、まあ、小さい馬なんでね、まあ、もう少し友の部分がね、うん、もう一回り大きくなってくればいいなという感じなんですけど、うんうん、そうしたらね馬体もバランスも整ってくるんでしょうけど、うん、まあまあその辺はあんまり変わってないって感じです、うん、ちょっと肉ついたかなというぐらいですわ。ベレザ・ニーニャ、はい、体を大きく使って走れてますけどね、まあ、ちょっと左に戻るようなところはあるんですけど、うん、ただまあギアの上がりがなんか一味っていうか、このもちょっとワンペースなところあるんですわ、うんうん、だからゴーサイン出されるからもちょっとじりじりっていう感じで、うん、まあ、アメリカンペイトリオットですからねお父さん、まあどうなんやろうっていう感じです、はい、マスクとディーバ、うん、まあまだね体に身が入ってないようなところはあると思うんですけどね、うん、もう一回り二回り大きくなっても良さそうなんですけど、まあ、その分ねちょっと手先だけで走るような感じでね、もう少しこう体をね、だから馬体もしっかりしてくればもっとね体全体使って大きく走れそうな感じあるんですけど、まあ、今のところまだちょっと手先だけっていう感じですわ、うん、ただ春もそれでまあ結果出してるんでね、まあまだ完成途上ですけど、まあ、春ぐらいは動けるんちゃいますか。なるほど、うん、マラキナイヤ、はい、西尾さんはこれ英雄とか、ああそう、うん、旧車が英雄出るっていうので、まあ相変わらず体ちっちゃいですけどね、まあこの旧車土曜日に結構、うん、やってね、はい、その投手はその軽めっていうのがまあパターンなんですけど、まあ、土曜日にねコースで3と合わせやってたんで、まあ、また遊びながらっていう感じでね、子供っぽいっていうようなところもあるんですけどね、走り方見てると、まあ、西尾さんが英雄からいいんちゃいますまあまあちっちゃいけどステイフリッシュの下なんでね、まあちょっと似てるのかもわかんないですね。まあ稽古はすごいでもね丹念にやってるんでね、そう確かに状態はいいかもしれないですよね。ユリーシャ、はい、なんか走り方見とったら1008ってやっぱりちょっと長いんちゃうのとは思うんですけど、まあ常にねこう前向きに動きますわ、このまま、まあ、調教でもそうですけど、だからまあ楽に速い時も出ますしね、まあ、コース併用でまあ順調に乗り込まれてるんでね、前回使っての上積み、まあ、あるとは思うんですけど、血統的にはこの人も良さそうなんですけど、ね、走り方がなんかちょこちょこしてるんでね。そうですか、ラベル、はい、まあ自己ベストですわ、今週ね。ただまあだいぶ馬がねもう張り切って走ってましたしねまあ最後はもう完全にもう失速してましたんでね、まあ、12秒台で踏ん張ってますけど、まあまあ負荷かけたかったんでしょうしね、まあこんだけやっときゃっていう感じなんですけどね、見た目にはまあまあそれほどでもっていう感じですわ。もうちょっと楽に最後まで上取ったらよかったんですけどね。まあでも春より馬っぷりはもうすごく良くなってるんでね、まあまあいいんちゃいます、仕上がりとしては。レミージュ、はい、まあ、クロス花がつけてるようにね、まあ、ちょっと折り合いに気使うようなところがある馬なんでね、まあ、ただ今週に限ってはまあ変にね力むとこもなく走れてはいたんですけど、ちょっと頭の位置が下がりすぎててね、なんかストライドなんかもう少しね、その分なんかラストストライド伸びきらなかったっていう感じはあるんですけど、まあ、タッチ自体が軽いんでね、まあ、休み明けでも雰囲気はいいんじゃないです。まあ、動けるか動けんかは別にして雰囲気自体は悪くないですわ。まあ、そんな感じです。はい、分かりました。じゃあ続きましてコース組ですが、そうですね、まあ、コース組は、まあ、とりあえずコース組を愛用していきます。はい、はい、まずアンリーロード、はい、まあしっかりやってるとは思いますね。1周前にはまあ80秒9で、まあレース当週はまあ86秒4、まあちょっとこうまあ1周前までびっしり仕上げておいて、でまあレース当週はちょっとこう軽めで余力残すっていう、まあ理想の調教過程で来てるというふうに思います。まあしっかりこう負荷もかけられてますしね、まあ競馬場にいたらまあパッションワイヤーつけるようなちょっとこう気持ちの入りやすいところのある馬ですけれども、まあ、今のところまあそんな感じもなくて、まあ、前走でもねちょっとこう体増やしてまあ出走できたっていうのもありますし、まあ、そこからねしっかりこう感覚をとってここまで入園に立ち上げてきたなっていうような印象はあるんで、まあ、ある程度一定のね成長は見込めるんじゃないでしょうかね。まあ、そんなにこう時計的には派手に動いてるわけではないですけども、まあ順調は順調だと思います。はい、でまあココナッツブラウン、はい、そうですね、まあ、今週は比較的こう軽めというか、そんなにこう積極的に動かさない、まあ、調教で、まあ、3と合わせのうちに合わせてっていう形だったんですけども、まあ、前回のレース見てたら、まあ、全体的にはまあトータルではメリハリのある競馬できてましたけど、ちょっとやっぱり序盤ちょっと力んでるところはあったんで、やっぱりあまりこう馬を追い詰めすぎない調教に知っているのかなという、まあ、そういった意図は見えます。まあ、ただまあ本当に調教自体はしっかりやれてますし、馬自身もうまくリズム取って走れてたんで、まあ、これもね北海道シリーズの疲れっていうのは残ってなさそうな感じはしますね。うまく仕上がったと思います。はい、まあコンクシェルはまあもともとちょっとね前進規制というかレースに対して前向きじゃなかった馬がまあブリンカーつけて、でなおかつここ2走に関して言えばやっぱり逃げるっていう戦法もね非常に良かったんだと思います。でまあ調教からね本当にブリンカーもつけてしっかりこう集中させて走るっていうのをやらしてるんですけれども、まあそうですね、まあ1週前はそんなに動かしてなかったんですよ。でまあ今週は割とこう最後まで気合いつけてしっかりこう動かしていこうっていうような調教をしたんですが、まだちょっともたもたしてますけどね、まあ時計はある程度出てるんで、まあ合格点は上げられるんでしょうけれども。まあ夏の疲れはなさそうですけれども、ちょっとやっぱりまだあまりこう自分からっていう感じではないので、そのあたりを、陣営なりジョッキーなりがうまくコントロールしてあげる必要のある馬なのかなっていうのはちょっとまだ現状思います。ちょっと追い出されて俊敏に反応って感じじゃなかったんですよね。なのでやっぱり最初から生かすっていうのがね、もう余計にハマったんだなっていう感じはやっぱありますね。まあだから長距離見てたら、まあコンクシェルってやっぱこんな馬よなっていうのすごくよく出てたと思います。そうですね、はい、でまあフォーチュンコード、まあ、フォーチュンコードは、まあ81秒5で、まあ、ラスト12秒0なんでちょっとこうギアが上がりきらない、まあ平均ペースっぽい走りかなっていう感じはするんですけれども、まあ馬そのものは元気ですね。まあ雰囲気は悪くはないと思います。まあ連勝中の勢いもありますしね、まあ、その勢いキープでいいんじゃないでしょうか。はい、はい、でまあブレイディ・ベイグ、はい、関東から、はい、今回目玉になる馬が、立東に、滞在して、2週間調教の方やってきました、はい、この馬に関しては本当におそらく狙いがはっきりしてると思っていて、コースでもね、コース中心に調教は組み立ててるんですけども、販路でも日本統計出してるんですよね、なのでやっぱり今、美穂の方は販路閉鎖中なんで、はい、まず販路でしっかりこう、調整を挟みたが、販路の調整もしっかりやりたかったっていうのと、あと、おそらく今までね、やっぱりこの馬ってちょっとね、レース間隔空けつつ使ってきてて、でまあ、前回はまあちょっと骨折放、前走の前か、骨折放牧なんかもあったりして。ちょっとね、順調に使えなかったってところがあって、でまあ、やっぱりちょっとね、体もそこまで強くないで、まあ、やっぱり今回トレセンで見ててもちょっとこう見ててもまだやっぱりこう大きくなりそうだなっていう感じではあるんですよ。ただやっぱりちょっとこう秋になって少しずつその辺りが改善されて調教をしっかりやりたかったっていうのは今回あると思います、確かに美穂からの予想だとおそらくそれができないんで、立東に、まあ、できるだけこう競馬場から近い位置に置いてしっかりこう負荷をかけたいっていうのがおそらく今回の、まあ、2つ目の狙いだと思うんですけど、向こうでね調教してた時はもう83秒5ぐらいの時計が6ハロンで、まあ一番早かったんですよ。ただこっち来て、2週前美穂でやった時とこっち来ての2週間はもう82秒台で。割とこう今までのこの馬としてはしっかりした負荷かけられてるので、なのでね、まあ、ちょっとこう本気モードで仕上げられるような体質になってきたのかなというのは感じています、本当に走りっぷりもねすごくフォームも大きくて、まだちょっともう少し力強さが欲しいなっていう感じはありますけれども、やっぱりいい馬ですね、これはもう本当に走りそうな、すごく素質は高いなっていう印象は受けました。なのでその調整過程もろもろ、狙いはすごくはっきりしてるなというふうに感じたので、僕はすごくいい評価をしたいなというふうに思ってます。はい、そんなとこですかね。はい、もうすでにもう13分ぐらい喋っていただきましたけど、まあどうですかね。各馬割とまだ成長途上の馬が多い馬なのかなという感じがしますよね。そうなんですよ。なんといっても本番には怪物が待ち受けてるんで、そうなんですよ。そこに向けてねしっかりこう差を詰めようっていう気持ちはちょっと見えるかなとは思うんですけども。まだちょっと課題が残ってる馬が多いかなっていう感じ全体楽しみではあるんですけどね、完成がまだ先ということでね、そこにただ今回馬券はどうなんかっていうことで、ポイントで見ていくとちょっと穴の要素ってもしかしたらあるかもしれないかなっていうところですけどね、この調教のね動画もちょっと参考にしていただきながらいろんなファクターでね角度で攻めて。馬券検討されたらどうでしょうかということで、ぜひ参考にしてくださいということで今回は締めさせていただきます。はい、ありがとうございました。